かっくんテレビ AKB48 本田ひとみですアプリ「アイドルチャンプ」の投票機能と連動した k p o p のオリジナルチャートをお届けする番組それが「アイドルチャンププレゼンツポップコーントップ10フライデー」ということでまずは今週のトップ10をおさらいしていきましょう第10位はアイズワンのビオレター第9位はカンダニエルの SOS 第8位は、ジョングクのセブンフィーチャリングラトークリーンバージョン。第7位は、エクソのヒアーミーアウト第6位は、n ヌフライングでラバー第5位は、エンティームのファイヤワークジャパニーズバージョン。第4位は、ジミンでライククレイジー第3位は、テンペストのデンジャラス第2位は、BTS の Take2。そして、1位は、ゼロベースワンのインブルームでした。先週10位から一気に1位になりました。 ワンの皆さんおめでとうございますそしてさらに7月の月間 MVP も発表しました MVP に選ばれたのは BTS の Take2 そして上位15曲に選ばれたえっと今このねプレイリストを見ているんですけれどもいやーやっぱり BTS の投票率ダントツですごい多いですねファンの皆さんのこう熱気を感じます そして、アイズワンのビオレターもね、6位に入っています。とっても嬉しいです。ありがとうございます。ちょイ15曲、とっても素敵な曲、たくさんあるので、皆さんもぜひ、スポティファイのプレイリスト、チェックしてみてください。さて。 番組のエンディングでもお話をしましたが先週末は「FNS27 時間テレビ」に出演しまして AKB48 はホイケンタさんとのコラボステージを披露しました皆さん見ていただけましたでしょうかね当日はあのお昼頃のステージだったので結構入り時間も早かったんですけどあのマラソンのゴールの時間によって出演時間にて 押し巻きがありますよって言われてたので、ちょっとメイク中もそわそわしてました。あ急に巻いちゃったら、あのー、すぐ出なきゃいけないから。ね、準備早めにしないとなって、そわそわしてましたが、あのちょうど私は百キロマラソンのゴールの瞬間をスタジオで応援させていただきました。いや、百キロってすごくないですか？ここからどれくらいの距離だろう？でも、東京から栃木まで帰るのに百五十キロとか、だから。 まあ埼玉ぐらいまでで行くってことですかねいやあ賞金1,000万円をもらえるって言われても私はまず挑戦しないと思います <laughs> でも本当にねすごいですよね皆さんやろうって思って挑んだ方あとは女性のね中では井上咲楽さんがね唯一一人コールされてましたがもうそれ見てすごい感動しちゃいましたね同郷っていうこともありますしね栃木でうんあとはもう 完走したっていうことがやっぱりすごいですよね私もいい刺激を受けましたそして私が出演しているドラマ最高の教師は明日第3話が放送となりますが皆さんもう1話2話は見ていただけましたでしょうかそうですね第3話私どんな感じだったかなちょっともうだいぶ先の話を今撮影してるので 第3話は結構前に撮影が終わったんですけど、うん、最近の現場のエピソードで言うとななだろうな何があったかなみんなで撮ったりししてすごい楽しい楽あのー、私が先生になってみんなにダンスを教えてみんなで撮影するとかまだ多分上がってないかもしれないんですけどそういうのももしかしたら今後見られるかもしれないので楽しみにしていていただきたいなと思います。 そしてドラマ関連の話で言うと渡良花役の HKT48 の田中美久ちゃんと先日ご飯を食べに行ったんですあのー、48グループで言うと半年先輩なのでもうこのドラマが一緒になるまではずっと美久さんって言ったり敬語で話してたんですけど全然敬語で話さなくていいよって言ってくれてでご飯も一緒に行こうよって誘ってくださってで今ではもう。 すごく仲良しのため口だし、こう。お互いがね。なんか楽な関係に慣れてるんかなって思います。あとはみくちゃんが私のことひーって呼んでくれるのがすごく個人的に嬉しいです。あ、ちなみに何を食べたか？というと、すごく健康食のお店が表参道にあのできて今年かなでずっと気になってたお店だったんですよ。 でそこのサラダランチを食べたんですけどまあでもサラダで、あのー、値段がちょっと表参道価格といいますか3,000円ぐらいなんですけどなんですけど、あのー、サラダにこう体に酵素がついてたりとかあとはモズクスがついてたりこうメニューをいただくと食べる順番とかもちゃんと決まってるんですねなので本当にそれぐらいの価値はありました。ね、女女子子力、ザ女子力って感じで このランチを食べた後は、とってもなんか自分が美しくなった気持ちになれました。もう気に入っちゃったので、また通い続けたいなと思っています。それでは、えー、メッセージを紹介していきたいと思います。うん。福井県のニシさんからメッセージいただきました。一週間の仕事が終わった週末にポップコーンを聞いて、いつも癒されています。ありがとうございます。 ね、こういう一言だけでもメッセージいただけるの本当に嬉しいですよね癒されるって言われると私もとっても嬉しいです、ね、でも特に意識してあっペンが落ちちゃった皆さんにサイン書いてたペンを持ってやってたら落としちゃいましたはいすいませんね私癒しを意識してお話はしてないんですけどでもそういうフィーリング効果があるフィーリング効果 ヒーリングねヒーリング効果があるなんていいことですねうん私は何に癒されるだろうなでも ASMR がすごく好きなのでなんか寝れない日とかはあのお菓子食べてるとかチキン食べてるなんか咀嚼音聞いてあの耳をリラックスさせてますうん <laughs> ああ言われますね 確かに、ひーちゃんだけにヒーリングって言われるって、たまに言われます。うん。<laughs> たまに言われます。はい。すいません。なんか親父嫌いみたいな。はい。<laughs> じゃあもう一通紹介しましょう。神奈川県のこの間の女さん。すごいラジオネームだな。はい。ありがとうございます。ひとみちゃんの声が好きで、作業しながら、流しながらいつも癒されています。なんでそんな歌声とかも可愛いんですか 喉のケア方法を知りたいです。そして、私の一押しアイドルは BTS のジョングクです。ジョングクも声が良くて、ひとみちゃんと一緒で顔も性格も可愛いから大好きです。ジョングクの新曲聴きましたかとっても夏らしくて軽快な歌なので聴いてみてくださいとメッセージいただきました。えー、ジョングクさんと私が一緒だなんてもうそんな怒られちゃいますよ。ね、でもそう言っていただけてとても光栄です。そして、 喉のケア方法を知りたいということでそうだな私は毎日毎日というか外にに出たら絶対ううががいい薬でうがいすす。ることをやってますなんかそれを続けてるせいか私一回もコロナにもかかってないですしインフルエンザにも全然なってないですしお腹が弱いだけで私喉は強いのかななんて思います。 うん、あこの季節はねエアコンで喉もやられますから気をつけてください私はなので寝るときはエアコン消して寝ますうんそれくらい喉は結構気遣ってますかねあと私喉痛くなった時に韓国の,あの薬局で売ってるのどあがあるんですけどあれなめると一発で治ります本当にめちゃめちゃいい韓国ののどあがあってそう あのいつも韓国に行った時は絶対に買って帰るものです <laughs> そう日本でも売ってほしいななんて思うんですけどはいということで今回もたくさんお話しできてすごく楽しい時間でしたそれでは東京 FM で毎週金曜日の午後6時から放送中の「アイドルチャンププレゼンツポップコントップ1 0フライデー次回はもう8月です8月4日の放送もお楽しみに 以上、AKB48、本田瞳でした。かっくんテレビ